こんばんは。おはようございます。本日はですね、金星県に行きたいと思っております。先ほどこの道を通っていたらですね、金星県見つけて、確かあの店舗この時期水信玄餅が買えるんじゃなかったっけっていうのを思い出しまして、急遽動画を撮っております。非常に短い動画になるかもしれないんですけれども、すごく食べてみたい商品なので、今から U ターンして買いに行ってきます。デイ。うわー、まさか買えましたよ。なんか人気あるから買えないのかなと思いましたけど、楽しみ。はい、無事購入することができましたので、今から食べます。あ、道の駅あるからそこで泊まろう。あの30分以内に食べなきゃいけないそうなので、どんな感じなんだろう。だいぶあれよ、期待値上がっちゃってるから大変なことになりますよ、評価は。近くの道の駅ですごくいい場所を見つけたので、ここで食べたいと思います。はい、一応ですね、あの信玄餅、普通の信玄餅も購入しましたけども、まあこちらはね有名なんで、あのあとお土産用なんで開封はしないですけど、見てください、これこれ見て、これいきますよ。はい、このプルンプルン、これ食べ物かというぐらいずっと見てたいもん、このプルンプルン。ちょっとね、しばらくお見せしますね。飽きないですね。ではいただいてみます。え、シャクって切れるんだ。これは予想外。いただきます。正直に言うからね、正直に。え、なんだこれ、ゼリー、餅と呼べるの、衝撃なんだけど。え、なにこれ。おいしい、おいしい、おいしいけど衝撃が先に走りますよ。はい、ごちそうさまでした。水信玄餅、本当に衝撃です。もともとの信玄餅を食べたことがある方ならなおさら衝撃を受けます。あのよかったらですね、一度、金星県本店なのかな、まあ、たまたまあったというか、もともとね知ってたところもあったんで寄ってみましたけど、寄る機会のある方ぜひ食べてみてください。何が衝撃的だったかっていうのは あえて言わないので、ぜひ直接食べていただいてですね、この衝撃を味わってみてください。というわけで、今回の動画はこちらで終了とさせていただきます。よかったらチャンネル登録と高評価をしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。